兵隊さん、これはデンマークのお話です。昔、ある家に小さなおもちゃの鈴の兵隊さんがいました。この兵隊さんたちは兄弟なんです。だってみんな古い一本の鈴のさじから作られたんですもの。おや、この兵隊さんだけ一本足ですね。ああ、きっとここまで作ったら鈴がなくなっちゃったのね。でも一本足の兵隊さんは他の兵隊さんに負けないくらいしっかり立っていましたよ。さて、このテーブルの上には他にもいろいろなおもちゃがありました。中でも一番素晴らしいのは紙で作った本物そっくりのお城でした。その門の前にそれは可愛らしい踊り子が立っていました。なんて可愛い踊り子なんだろう。それにあの子は僕と同じ一本足だ。兵隊さんには踊り子が後ろに高く上げている足が見えなかったのです。あの子なら僕のお嫁さんにちょうどいい。よし、兵隊さんは思い切って踊り子に結婚を申し込もうと思いました。あの僕のその時です。あそれはびっくり箱の鬼でした。やい兵隊、この娘をどうしようって言うんだ。おい、そんなに娘を見るの。この生意気な娘、泣き面かかしてるぞ。だわしに逆らうやつは誰でも容赦せんぞ。兵隊さんは悲しくてたまりません。それは鬼のためにこうして外へ放り出されたことではなく、もう二度とあの娘に会えないのではないかということでした。降りしきる雨の中で兵隊さんはじっと我慢しました。それは踊り子に会えない悲しみをじっと耐えているかのようでした。はーい、わーい、あ、おい、見ろよ、鈴の兵隊だぜ。あー、ずいぶん汚い兵隊だな。おまけに一本足だ。よし、こいつをボートに乗せて流してみようぜ。いいかい、話すぜ。やれやれ助かったと思ったのもつかの間、兵隊さんを待っていたのは紙のボートに乗せられドブ川に流される運命だったのです。さっきの雨でドブ川の水は増え、流れは急でした。あまりの恐ろしさに兵隊さんは何度も悲鳴を上げそうになりました。でも僕は男だと歯を食いしばってじっとこらえました。僕がこんな目に遭うのはあの鬼のせいだ。でも僕はあの子を諦めたりしないぞ。その時ボートはドブ板の下に入ります。小さなボートと兵隊さんにとってそれは長い長いトンネルでした。どこなんだろう。あ、待て。おい、こら、どこへ。ここはな、俺様の縄張りなんだ。通ることは許さ。さあ帰れ帰れ。帰れと言われても兵隊さんはボートを運転することはできません。うん。おい、こら、貴様、戻るというのがわからんか。あ、待て。
ネズミはカンカンに怒って追ってきます。生意気ですな、食い殺してやる。ということでしょう。一難去ってまた一難、トンネルの出口はすぐお堀につながる滝だったのです。わあ、滝壺へ落ちた兵隊さんはそのまま川底へ真っ逆さま。するとその時です。辺りが急に暗くなり、気がつくと兵隊さんはどこか狭い部屋に閉じ込められていました。ここは一体どこだろう。兵隊さんは部屋の出口を探そうとあっちこっち探してみました。周りの壁はただぐにゃぐにゃと柔らかいだけで、出口などどこにもありませんでした。かわいそうに力尽きた兵隊さんは体を固くして運命の時を待っていました。ああ、今度こそ僕はここで死ぬんだな。その前にせめてもう一度あの子に会いたいな。あ、僕の大好きな踊り子さん。それはそれは兵隊さんの楽しい幸せな夢でした。夢から覚めた兵隊さんは真っ暗な部屋全体が揺れていることに気がつきました。でもどうすることもできません。そしてその揺れはさらに大きくなり、次第に兵隊さんの意識は薄れていきました。まあ、魚のお腹の中にこの間亡くなった鈴の兵隊さんが。世の中にはなんて不思議なことがあるんでしょう。兵隊さんを飲み込んだのは魚だったのです。その魚は漁師に捕まり、魚屋で売られ、買ったお客さんは兵隊さんが元いた家の人だったのです。こうして一本足の兵隊さんはまたあの踊り子のそばへ戻ってきたのです。兵隊さんは嬉しくって嬉しくって、もうちょっとで涙をこぼすところでした。もちろん泣くなんて男らしくありませんから、じっとこらえましたけど、兵隊さんは今までの冒険談を踊り子に話して聞かせました。子供に拾われ溝に流されたこと、そしてネズミに襲われ滝へ落ち魚に飲み込まれたこと、もちろん夢の中で楽しいダンスのことも話しました。生意気だ兵隊、今度こそ容赦せんぞ、覚悟しろ。怒り狂った鬼は兵隊さんに襲いかかります。わあ、兵隊さんは燃え盛る暖炉の中に飛ばされてしまいました。あ、兵隊さんは恐ろしい暑さの中で体が溶けていくのを感じていました。でもその暑さはあの踊り子への愛の炎のためかもしれないと兵隊さんは思いました。さようなら、さようなら、僕の可愛い踊り子。踊り子は悲しくてただ兵隊さんを見つめるほかありませんけれども、その時です、風が吹きました。風は優しく踊り子を運んで燃え盛る暖炉の火の中の兵隊さんのそばに下ろしました。
とうとう二人は一緒になれたのです。翌朝、燃え尽きた暖炉の灰の中に小さな鈴の塊ができていました。その塊は兵隊さんと踊り子の愛の形見のようにハートの形になっていたということです。